ショートムービーはコミュニケーションやマーケティングツールとして非常に有用です。以下にいくつかのショートムービーの活用法を紹介します。 1. ブランドアピール。ブランドイメージや製品の特徴を簡潔に説明することができます。 2. ソーシャルメディアマーケティング。ショートムービーはインスタグラムやフェイスブックなどのソーシャルメディアプラットフォームで素晴らしいマーケティングツールとなります。 3. プロモーション。イベントやキャンペーンなどのプロモーションに使用することができます。 4. トレーニングや教育。ショートムービーを使用することで製品の使い方や操作方法などを簡潔に説明することができます。 5. カスタマーサポート。ショートムービーを使用することでカスタマーサポートの改善につなげることができます。これらはショートムービーの活用法のいくつかの例です。自分のニーズに合わせて適切な方法を選ぶことが大切です。ショートムービーは近年コミュニケーションやマーケティングの観点から非常に重要な役割を果たすようになっています。人々の情報収集や関心の向け方も変わり、動画を通じてメッセージを伝えることができるというメリットから、ショートムービーはますます重視されることが予想されます。ぜひバユートテレビジョンのショートムービー CM やシンプルクロマキー動画をご活用ください。バユートテレビジョン。